先週土曜日。もう肉眼でももうすぐ近くですもんね。川を挟んで向こう岸に見えるのがもう北朝鮮。宮根が訪れたのは北朝鮮との軍事境界線付近に設けられた韓国のオドゥサン統一展望台。今日はちょっと霞んでますけども、建物が見えますよね。一般の住宅なんですかね。眼下に広がるのは北朝鮮の豊かさを強調するための宣伝村などと称される町。しかし建物はみんな古いですよ。畑か田んぼだと思うんですけど、結構人が集まって今農作業してるのが見えますよね。展望台から北朝鮮までの距離はわずか2キロだが、ここからは閉ざされた北朝鮮の人々の生活実態をつかむことはできない。まあ、これがやっぱり朝鮮半島の現実ですよね。こんなに近くても行けないんだから。そんな謎に包まれた北朝鮮から韓国に亡命してきた一人の女性がいる。私の名前はオ・ヘソンです。2016年の夏に夫と二人の息子と一緒に韓国に来ました。日本のテレビメディアとして初めてミヤネ屋が直撃取材したのはオ・ヘソンさん。彼女は北朝鮮の外交官だった夫と二人の息子と共に2016年に韓国へ亡命。その亡命劇などを赤裸々に綴った本を出版し、今韓国で注目を集めているのだが、実は彼女、幼い頃は自分が特別な子供だと思っていました。北朝鮮で一握りしかいない超エリート階層の出身。そんな彼女の口から語られたのは、私は子供の頃は食べたいものを食べて育ちました。これまで表には出てこなかったエリートの生活実態。韓国ドラマの面白さを感じて中毒になったので、ずっと見ていました。見つかれば厳罰必至。北朝鮮での韓国ドラマ事情。夫が聞いてきました。脱北するのは本心なのか後悔しないのかと。決死の覚悟で臨んだ亡命の裏側。そしてキム・ジョンウンはおじいさんお父さんと比べ物にならないぐらい独裁的で残忍です。キム・ジョンウン総書記に対する恨みまで。なぜエリートだった彼女は祖国を捨て脱北という道を選んだのか。その真相に迫った。韓国ソウル。ミヤネ屋のカメラの前に姿を現した彼女の名はオ・ヘソン。夫のテ・ヨンホ氏と二人の息子と共に2016年に韓国へ亡命。テ・ヨンホ氏が現職の外交官であったことから、当時韓国はもちろん日本でも驚きをもって報じられたが、さらに注目を集めたのが、韓国では多くの方が私たちのことを最高クラスのエリートと呼びますが、私は北朝鮮で王族の家系のようなパルチザン出身です。オ・ヘソンさんが北朝鮮でも有数のエリート一族の出身であること。彼女の言うパルチザンとは、キム・イルソン主席とともに1930年代から40年代にかけて日本の植民地支配に対抗して戦った人々のことで、
その親族には特権階級が与えられ、エリートとしての生活が約束された。王子はキム・イルソンと一緒にあの時代、抗日戦争を最後まで戦い、平壌に入ったのです。祖母からはキム・イルソン主席とオ・ヘソンさん一族の関わりについてよくこんな話を聞かされていたという。キム・イルソンは青年の時から祖父母の家で会議をしていたそうなのですが、ある時、まだ 2,3 歳だった私の父がキム・イルソンの膝の上で拳銃を触ると、キム・イルソンは幼い子供も日本を相手に戦おうと銃を握ったと笑っていたそうです。キム・イルソン主席と共に戦った王子は党の軍事部長を務めるなど序列5位まで上り詰め、父親もキム・イルソン政治大学の総長を務めるなど、まさにエリート一家としての生活を享受してきたというオ・ヘソンさん。幼い頃は自分が特別な子供だと思っていました。例えばオ・ヘソンさんの幼少期、食料や生活必需品は配給によって支給されていたのだが、いくら北朝鮮の平壌に住んでいるといっても、一般の人たちは当たり前に肉とか飴とか卵とかを食べることはできません。ですが幹部になると月に1回お肉をもらいましたし、食用油も、あとはおやつももらいました。一般の人に比べて幹部に対しては真っ当な食品の配給がありました。さらに住まいの面では記憶に新しいのが、キム・ジョンウン同志はリ・チュニアナウンサーのためなら惜しいものはないと言われた。北朝鮮の重大ニュースを伝えることでおなじみ、朝鮮中央テレビのリ・チュニアナウンサーなど、国への貢献が認められた人物に高級住宅が与えられたニュース。うちの家も他の家より大きかったですし、車もありました。周りの多くの子供よりいいものを食べ、服もいいものを着て、だからあの時は私たちの家族がキム一族と特別な関係だから、こんな風に裕福に暮らせる、私たちの家族は忠誠を尽くさなければいけない、これが私の運命だと思って生きていました。その後日本での中学高校にあたる時期には、北朝鮮で唯一の外国語教育専門の学校、平壌外国語学院に進学したオ・ヘソンさん。周囲にいる同級生もまたエリート層や党幹部らの子供。祝日が近づくと教室ではこんなお決まりの光景が繰り広げられていたという。ねえねえ、あなたたちのお家は何をもらった？うちはすごくかっこいい時計。あなたのお家は？うちは洋服だよ。もこもこした暖かそうなやつさ。いいな。祝日のお祝いとして父親がキム・ジョンイル総書記から与えられたプレゼントの自慢大会だ。北朝鮮でほんの一握りの恵まれた子供たち、明るい未来を誰もが信じてやまないはず。ところが、私は生きてきて権力というのは本当に怖いということを知りました。私と同じパルチザン出身で、父親が副主席を務めていた子がいて一緒に勉強していたのですが、突然いなくなったのです。
父親が政府の実質的ナンバー2だった同級生が、父親が粛清されたためか、突如姿を消し、さらに別の日にも、父親が粛清されたためか、また一人、同級生が忽然と姿を消したという。学校での6年間を振り返ると、幹部の子供だと言っていた人は皆学校からいなくなったり、平壌からいなくなったのです。怖かったです。友達がいなくなるのを見ながら、私の両親はあんな風に過ちを犯してはいけないんだな、私もあんな風になる可能性があるんだな、そんなことを考えていました。青春時代に目の当たりにした恐ろしい現実、心の中にはある思いが芽生えたという。結婚するのならば一般階級の人と心に決めました。いくらエリートといっても何か過ちがあればとても大きな処罰を受けるので、エリートの子供とは付き合わない、そう考えていたのです。その後、大学を卒業したオ・ヘソンさんは、1989年に一般階級の出身で外務省職員だったテ・ヨンホ氏と友人の紹介で知り合い、結婚。テ・ヨンホ氏がエリート階級ではないことは望み通り。とはいえ、いざ結婚すると、エリートと一般階級の生活の質の違いに戸惑うことが多かったという。初めてひもじいというのを知りました。貧しさもその時に分かった気がします。当時は果物も手に入れにくいし、お肉もおやつも食べられないし、私は子供の時は食べたいものを食べて育ちましたが、嫁いだ先での暮らしでは食べたいものを食べることはできませんでした。さらに、結婚前と結婚後の階級の違いをより明確に認識させられる出来事が。23歳の時に長男を産んだのですが、この子が突然10万人に1人がかかる病気だと言われ、途方に暮れました。生まれて間もなく長男が腎臓に病を抱えていることが判明したのだ。私が幼い頃は父が幹部だったので、幹部のための病院が別にありました。そこに行けばひどい病気ではなくとも薬がもらえ、医師は治療を誠意を持ってしてくれてました。でも一般の病院に行ってみると治療の状況も劣悪で、ここでは子どもの病気を治すことはできないと思いました。医療体制に絶望したというオ・ヘソンさん。病院での治療は諦め、ある日には鹿の皮に効き目があると聞いて、自分で鹿の皮を使ったゼリーを作ったり、別の日には神の降臨を受けたという女性のもとを訪ねたこともあったという。この女性を一生懸命探し出しましたが、これは違うと思いました。過酷を極める北朝鮮での生活、そんな中心の拠り所になったものがあるという。それは秋の童話、ラブストーリー・イン・ハーバード、パリの恋人、フルハウスなどを見ました。外国に出張した知人などを通じて韓国ドラマが入った USB メモリーを入手していたオ・ヘソンさん。当然北朝鮮において韓国ドラマを視聴することは厳しく規制されており、強制労働などの罰が与えられる恐れも。しかし、中毒みたいなものです。ドラマを見ると北朝鮮の不幸な暮らしを忘れることができます。その瞬間は幸せなんです。韓国ドラマの中で印象に残っているものは、やはり
冬のソナタですね。一番最初に見ましたから。ペ・ヨンジュンさんとチェ・ジウさん主演の韓国ドラマ「冬のソナタ」。二人が繰り広げる恋愛劇は多くの人を虜にし、韓流ブームの火付け役として日本でも大ヒットしたのだが、オ・ヘソンさんが魅了されたのは恋愛ではなく別の部分だったという。韓国はとても発展したなと思ったのです。私が生きてきた北朝鮮とは本当に違う世界だなと。私たちの若い時は常に忠誠、服従。でも韓国の人々は自由で幸せそうに見えました。夜通し見ることもあるほど韓国ドラマに熱中していたというオ・ヘソンさん。ところがある日、この習慣が一家の将来をも揺るがしかねない大事件を引き起こす。携帯に電話がかかってきたんです。長男から、お母さん、今どこ？早く帰ってきて、大変だと。それはある夜のこと。自宅で息子たちが留守番をしていると、回覧板だよ。声の主は隣に住む女性。普段不用意にドアを開けない息子たちだが、隣人の声に安心しドアを開けた瞬間だった。取り締まり隊だ。いろいろと調べさせてもらう。自宅に押し入ってきたのは風紀の乱れを取り締まる部隊。そして、おい、見つけたぞ。不幸にも前の日にオ・ヘソンさんが視聴してパソコンに挿したままにしていた韓国ドラマが入った USB メモリーが見つかってしまったのだ。私が家に帰ると家中がひっくり返っていました。さらにくまなく探すんです。もっとあると言って。もし韓国ドラマを見ていたことが党などに知られてしまえば、オ・ヘソンさんのみならず家族もろとも重大な処罰を受ける恐れが。しかしその時、おい、何をやっているんだ。やってきたのは取締り部隊の幹部だった知人。オ・ヘソンさんの SOS を聞きつけ駆けつけてくれたのだ。知人は隊員たちの上司なので話を聞き入れ、それで無事にことを収めることができました。取締りが来て以降をドラマを見ることを続けられたのか。その後は見ませんでした。なぜなら母親としての示しがつかないと思ったからです。こうして処罰を免れたオ・ヘソンさん一家。それからしばらくして一家の運命を変える大きな転機が訪れる。2013年、夫のテ・ヨンホ氏がロンドンにある北朝鮮大使館への赴任を命じられたのだ。実は一家のロンドン暮らしはこれが2度目。1度目は2004年から4年ほど暮らしていたのだが、最初のロンドン生活と2度目のロンドン生活は完全に違いました。キム・ジョンウン政権に代わってから党からの監視がより一層厳しくなり、人々の人柄、人間性、こういったものが次第に消えていったのです。それは大使館員同士の監視という恐怖と隣り合わせの生活の始まりだった。ある日、大使とテ・ヨンホ氏のもとへ一人の大使館員が。すると、私と一緒に働いている書記官が韓国ドラマを家族で見ています。本国に通報すべき。彼らを処分すべきです。当時韓国ドラマを見ることはほとんどの大使館員が行っていたことだが、党の顔色をうかがい、
平気で仲間を裏切ろうとする大使館員がいたという。同じ大使館員の情報を本国に通報することになると、その人が処罰を受けるということが火を見るより明らかなのに、それを行う。そんな姿を見ながら、世の中が世知辛く恐ろしくなった気がしました。こうした生活を送る中、心に浮かんだのはある思い。子供たちをもう北朝鮮に戻らせてはいけないと決心したのです。自由を知らなければ服従します。しかし自分に自由があり、これは正しくはない社会だということを子どもたちが知ったら反抗するでしょう。子どもたちの未来が北朝鮮にはない、まともに暮らすことができないというふうに考えたのです。実は以前から夫には亡命の意思があることを伝えてきたというオ・ヘソンさん。とはいえ、そう簡単ではない決断を下せずにいたのだが、2016年事態が大きく動く。長男を北に帰国させろという通知が来たのです。その時夫が聞いてきました。脱北するのは本心なのか、後悔しないのかと。その時脳裏をよぎったのは、夫に先立たれ北朝鮮で一人暮らしをする母親や家族の顔。それでもチャンスがあるのにもかかわらず、北朝鮮に子供たちを連れて帰ったら子供に恨まれると思いました。夫からは、北朝鮮にはお母さんもいるし兄弟もいるのに大丈夫なのかと聞かれましたが、私はすでに亡命を考えていたし、だから確固たるものだと言うと、夫は分かった、じゃあ亡命しようと。盗聴などを恐れ、日課にしていた夕食前の1時間の散歩中に亡命の意思を通じ合った2人。子供たちには夫のテ・ヨンホ氏が講演で伝え、長男はありがとうと感謝の言葉を口にしたという。そして、ロンドンではパブへ行ってビールを飲みながらサッカーを見る文化があるんです。子供たちを連れて見に行くと大使に嘘をついて、それから出てきました。無事に出てきたという思いもありましたが、同時に北朝鮮に置いてきた母に二度と会えないと思うと胸がじーんと悲しかったんですが、でもこの道は正しい道だ、子供たちのためには行かなければと覚悟を決めて出てきました。保安上の理由からその詳細を明かすことはできないというが、無事韓国への亡命に成功した一家。彼らは現在政府の保護下にあり、これまで脱北した北朝鮮外交官の中では最高位クラスに該当します。このことは韓国はもちろん日本でも報道され、さらに北朝鮮メディアは、犬にも劣る人間のクズだ、亡命を強い言葉で非難するとともに、知人らが夫のテ・ヨンホ氏について語る動画を公開。テ・ヨンホと同じ部門で働き、海外での活動も共にした私が評価を下すならば、テ・ヨンホは本当に人間ではないと断言できる。一方で、最も気がかりだった家族についての報道も。オ・ヘソンさんによると、母親が中国メディアのインタビューに応じている映像を見たという。その時母は私に、親戚もいない、知ってる人もいない南朝鮮に行ってどうやって暮らすというんだ、どうしてそんな決心をしたんだと。お父さんが生きていたら本当に許さなかったはずだ、銃で撃たれて殺されていたはずだと言っていました。母は政府に引っ張り出されてインタビューを受けたはずです、連れ出されてきたはずです。
ああ、私が母を追い込んでしまった罪深い娘だなと感じました。韓国へ亡命して7年、現在夫は政権与党国民の力所属の国会議員として北朝鮮の民主化を果たすべく日々奮闘。そんな夫を支える一方、韓国の大学院に進学し、さまざまな人と交流する中で、まだまだ知られていない北朝鮮の姿がある。そう思い至ったオ・ヘソンさんは。今年1月、エリートとしての北朝鮮での生活や、大使館員としての生活などについて綴った著書、ロンドンから来た平壌の女を出版。北朝鮮にはキム一族だけでなく、北朝鮮の住民がいる。その人たちの暮らしを、私がどんなふうに生きてきたかということを通して知らせるのが私の義務だなと思いました。私たちは最後に、オ・ヘソンさんの目には祖国北朝鮮がどのように映っているのか聞いてみた。奴隷の国、刑務所のようです。人々に自由がないからです。キム・ジョンウンはおじいさん、お父さんと比べ物にならないぐらい独裁的で残忍です。北朝鮮の人々にとって今が一番苦しい時、苦しいんですが、だからこそ早く終わるのではないだろうかと願っています。